高来丸は鉄道省の関府航路、秩白航路の鉄道連絡線。高来丸型の第一線である。姉妹線には白木岩がある。後に民間に売却され、満州丸として北線航路へ就航している。線名は朝鮮半島にあった国家、高来に由来する。関府連絡線には、開設以来、駅丸と津島丸が就航していたが、 1912年に、新橋下関の1.2等特別急行列車、及び富山方店の直通列車が、運行開始すると、新橋から、府航路経由で、方店へ向かうルートが完成し、利用者増加に伴う、府航路の大型線が必要となった。2席の新造船は1912年に、川崎造船所で建造が開始され、 第一線の高来丸が1913年1月、第二線の白木丸は1913年3月に就航する。機関が故障しても搬送できるようにマストが設置されていた。内装では、駅丸と津島丸で不評であった多段ベッドを廃止し、客室を畳敷きの広間にするなど改良が行われている。高来丸は1913年から寒布航路で運航される。 1920年7から9月には、普通となった京府線の代替として、富山レース行き裏の航路で物資を輸送しているほか、1923年9月1日、関東大震災により、東海道本線、東京三島間が普通となった際、同年9月7日から10月28日まで、一般客、被災者、救援物資の会場輸送に従事している。 1931年6月には、窒波航路に転属となる。砕氷船の機能を有していないため、下記限定運用であった。1932年10月に、その運用を終える。高来丸は1933年に、北日本汽船へ売却される。改造後、満州丸に改称し、北線航路に就航する。1938年から、 北線航路の日本側の起点が新潟港になる。太平洋戦争では日本海軍に徴用され輸送船となる。1944年9月9日午前3時19分、フィリピンサブ担当の西約 130km 付近北緯19度45分、時計120度56分。 北緯19.750度統計120.933度、120. 19.750120.933で、アメリカ海軍の潜水艦、クイーンフィッシュの魚雷攻撃により、同日午前3時22分に沈没した。乗船していた、不評第42連隊の補充兵1492名を、含む、兵員1600名中869名が、死亡した。ありがとうございます。